ペンネーム、夏みかんさん。50代の男性からいただいた相談です。いつも動画をじっくりと拝聴させていただいております。勉強、恋愛、スポーツ、人間関係の悩みから、経営のアドバイスまで、非常に幅広いテーマを扱ってくださり、とても勉強になります。ありがとうございます。私は50代の幼稚園、保育園経営者です。2代目です。以前、お嬢様のお父様が、 幼稚園を開園なさったという動画がありました。現在も園を運営なさっているということで、今回はその園経営についてのお嬢様の意見を伺いたくメールいたしました。幼稚園教育の無償化など、昨年はこの業界もいろいろありました。しかし何と言っても一番の問題は、保育士不足、離職、採用難ではないでしょうか。保育士が足りないと言われていますが、 幼稚園教諭の不足はもっと悲惨な状況です。高校生の保育士、幼稚園教諭希望者も減っていると言います。この先、この業界はどうなってしまうのか、不安な園長先生もたくさんいます。私はかつて園の先生たち全員に、いつ頃この仕事に就きたいと思いましたかと尋ねたことがあります。すると、ほぼ全員が、子供の頃からの夢でした、というようなことを話してくれました。 幼稚園の時から一貫していましたという人もいます。ある学者によれば子供の頃の夢を叶えている仕事についている人は全体の2割に過ぎないとのこと。つまり幼児教育に関わる人たちとは夢を叶えた少数派の極めて幸せな人たちであるはずなんです。しかし現状は違います。4月に入った新人が6月に辞めてしまうといったこともあります。 賃金を上げたらどうかと試しても、お金に釣られてくる人は辞めるのも早いという印象です。やはり保育内容が問題なのでしょうか。また、私自身も同族経営ですが、この業界、私立はほぼ同族経営です。そしてまさにこの同族経営にこそ問題の根源があるのではないかなどと自問し、自解する日々です。 先生たちは夢を叶えて働いている。しかし、経営者の私の心はどうなのだろうと。円経営の観点から何かアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。経営という言葉は、仏教の言葉です。僕の一問一答でも何度も取り上げていると思いますけれども、経営の経営という、 字はお経の経と書きます。お経の経というのは、えー、縦糸という意味を持っています。その昔お経本をこう綴って束ねていく、紙を束ねていく時に使ったこの糸がこう縦に糸をこう縫っていくわけですね、紙を。その 縦糸に対していろいろな紆余曲折を重ねながら横糸を編み込んでいく。それが経営という言葉の意味であろうと。私はそれを拡大解釈しながら自分の中で大事にそのイメージを育んでいるんです。いつもね。 縦糸に対して横糸を編んでいく。でこの縦糸というのは何かこれが私の場合は仏法であります。真理です。この真理に対して近づいていこうと横糸をずっと編み込んでいく。で、この縦糸と横糸がしっかりとこう組み合わさっていくことによって次第にその 織物がですね、長くなっていくわけですだんだんだんだつまり経営を長く続けていこうと思ったらこの縦糸に対してあがきながらも横糸を絡ませていくというこの根気のいる作業を続けていくそのことによって生地が布になり織物がどんどん長くなっていく 経営というのはそういうもんだろうというのが私の中に経営の根本にありますさて夏みかんさんの悩みこれはねどこの幼稚園特に私立幼稚園ではですねもうどこの園でも必ず直面している問題であろうと思います あの、以前の動画で、そうですね、その、私も、あの、私の師匠が幼稚園経営を始めて、そして、私も幼稚園に10年おりました。で、その中で最終的には、あの、私もですね、もう少子高齢化ということが進んでいく中で、幼稚園経営は厳しい時代が来るよということを、もうずっと以前から言われてましたね。そんな頃、あの、自分でもね、 この縁に何か自分が貢献できることはないかと思って少子高齢化が進んでいくこの状況の中でね私たちよりもずっと立派にその素晴らしくそして縁経営をですね円滑に行っている縁があるんじゃないかということでもう北海道から沖縄までですねいろんな縁を私もこう見せていただいたり 海外の方まで出て行って海外の幼児教育っていうのを見たり、そんなことをしてた時期がありました。で、その、見れば見るほど帰ってきてね、そして、自分のところの縁を見た時にね、あそこが悪い、ここが悪い、ここはもっとこうしなければいけないっていう、自分の縁の足りないところばっかりが見えるんですよ。で、そんなことでですね、あの、足りないところ ばっかりが見えると先ほど言いましたけど、足りなく見えるんですね。隣の芝生が青く見えるんです。で、そうやって、縁の創立者である師匠と衝突したりとか、先生たちと衝突したり、今考えれば恥ずかしいなと思うんですけども、一生懸命になればなるほど、あの、私の温度と、えー、従来の縁の経営を、そして縁の保育のあり方を続けている、 人たちとの温度差っていうのが高まってきて。それで、まあ今思うとね、私がすごくこう浮き足立ってたところもあるんだなっていうことは思うわけですけども。でも、その時期に無理やり衝突しながらもですね、あの、縁の中に組み込んできた新しいその文化といいますか、風といいますか、それによって、なんとか今まで続いてるという、 後になってみなければ分からなかったけれども、あがいておいたので、なんとか今この厳しい時代にもね、生徒さんが来てくださったり、あるいはまた先生たちもなんとか確保できているという状況があるのかなということを思います。で、これはですね、実はこの、うん、今の、あの、生徒が来る。子供たちが通ってくるということはまだしも、その、先生がいない。 これは本当切実な問題です。そしてまたこれは、あの、幼稚園業界に限らず、幼稚園業界に限らずね、例えばいろいろ建築業界にしても、その他の業界にしても、職人さんと言われるような、専門職と言われるような人たちはもう本当にいろんなところで、こう人が足りない。人が足りてない。 お客さんはいるのに、その、そこに関わってサービスを提供する側の人がいない。もう、これは本当、どこの業界でも切実な問題だと思うんです。で、えー、今、この、保育士不足、離職、採用難、ね。で、これが続いている、特に先生たちがいない。私立幼稚園の先生になりたいっていう人が、 激減している。もうこれは本当どこも直面している問題だと思うんですけれども。で、このもう一つね、夏みかんさんがご自分の園の先生たちに、いつ頃この幼稚園教諭というのを志しましたかって言った時に、小さい時から幼稚園の先生になりたかったって。でそういう人たちが多い。それで実際に幼稚園の先生になった。ところが、 現実は自分が思ってたようなものじゃなかったっていうふうにして、や、まあ、めていかれる人たちも多い。で、で昔から園経営をしている、その長いことを昔から勤めていらっしゃる先生たちからするとね、最近の子たちは、本当にこう、すぐやめてしまうとか、すぐこう耐えられないとかね、なんかこう自分の思うようにいかないとか、とやめてしまうとか、 何か自分の思ってたようなもんじゃなかった。思ったよりも子供たちは大変だったとかね。あの、ありますよ。あるいは子供が好きって言うんですけど、子供と遊んでるのと幼稚園の先生でいるのとやっぱ違うじゃないですか。ねターフな仕事ですよ。幼稚園教育の先生っていうのはね。で、またあの、先生たちの中でも子供が好きって言っても、もう本当に赤ちゃんが好きっていう子もいれば、 やっぱりもうちょっと大きくなってから年長さん年中さんでも大丈夫だよって人もいればね、年少さんが面倒みたいのって、とにかくちっちゃい、ちっちゃい子は好き、可愛いから好き。どこかで、この子供が好きという感覚も、ペットのようになっている。今テレビを見ると、ペットの、あの、可愛いペットのね、番組が、すごくこう、ね、あの、人気を博してますよね。そう。で まあほんと可愛いですよ。ちっちゃいものっていうのは。小さきものは可愛い。だけれども、それをクラスで20人、30人抱えてみると、そうすると、それは可愛いだけで済まないんですよ。ねで、現実にそういった問題にあって、しかも子供たちだけじゃない。そのご父兄とのコミュニケーションも取っていかなきゃいけない。子供たちに対しては全然苦手意識はないし、子供は好きだけれども、 その親とのやり取りに関してものすごい苦労する先生とか、まあまあほんといろんなことが、まあ幼稚園の先生って外から見てるのと実際その幼稚園一暮らす、あんだけ言葉のわからない子供たちを、そしていろんな子供たちがまたいますから、いろんな家庭環境の子供たちがまたいますから、もうそれをですね、背負いきれないっていうね、その、そういう先生たちが、 その先生たちも自分の思ってた理想と現実は違いっていう、そのギャップに悩まされてるっていうこともあったりします。そして確実に、まあ私も、夏美んさんと同じぐらいの世代なわけです。もう40後半ですから、ね、あの、同じような世代です。でそうすると、明らかにこれ今の幼稚園の先生として新規採用した人たちが、私たちと感覚が違うと思うところもやっぱりあるわけですね。で、ろんな問題で、 今この子供たちの問題よりも先生が定着しない先生になりたいってい人がそもそも減っていていないここにですねこの幼稚園の業界っていうのはもうどこも直面しているわけですでまああの私もその昔ね幼稚園に現役でずっと関わっていた時まあ今はあの幼稚園の方の経営には 直接は関わっていません。時々こうアドバイスをしたりとか、あの幼稚園への支援を陰からしていますけれども、でも、直接幼稚園の中に入って、今、保育に関わったりとか、経営の第一線で関わったりはしていないんですけれども、だからこそ見えることっていうのがあったりします。で、それは何かというと、先代が幼稚園を創立して、そして、 えー、一時期ものすごく人数がも、もう、10月1日のですね、願書配布の時には、あの、もう朝の5時から、えー、その幼稚園の門からザーッと行列ができて、そして、あの、入園者がですね、希望者が、えー、もう本当に断るぐらいいらっしゃったっていう、えー、そういう時期もありましたし、そこから子供たちがガッと減っていったっていう時期もありましたし、で、その時に、 あの、先生たちにね、経営者だけじゃなくて先生たちにも危機感を持ってもらいたい。ということでね、先生たちにいろんな働きかけをした時期もありましたし、先生たちに要求するものが高すぎて、先生たちがダーッとやめられた時期もありましたし、いろんなことがあった中で、まあ、あの、まあ、うちの幼稚園もですね、えー、これで、 40周年を超えて、で、何とかでもまだね、生き残ってるっていう状況で今あります。そして私のお兄も、実は保育園とか、えー、幼稚園っていうのにまたあの別の場所でですね、関わっていて、そしてあの、今、あのうちのグループで、 えー、幼稚園とか保育園とか子供園ということでやっぱり複数の経営に関わってるわけですけれども、やっぱり一番の問題っていうのは先生の問題。で、えー、まあ私はこれは幼稚園に限らず、えー、別に会社法人としてのあの事業も経営してますから、やっぱりね人の問題はどこでも今ある。ね、そのお,お客さんがないわけじゃない。事業がうまくいってないわけじゃない。 けれども、働いてくれる人が減っている。働いてくれる人が、くれる人がなかなか定着しない。ここはね、本当に全ての業界で共通している。けれども、けれども、やっぱり世の中を見てみるとね、決してお給料がものすごく高いわけではない。決して休みがいっぱいあるわけではない。 だけど、ここで働きたいんだっていう職場も確かにあるんです、世の中には。で、問題は何かというと、実は私もですね、あの、そういう中小企業の経営者の方々から、あの、やはりこう、何か新しい視点でアドバイスをいただきたいということで、その、 講演を頼まれたり、社員の研修を頼まれたり、それから経営のコンサルを頼まれたりっていうことが、あの、今でも依頼が、あの、来るんですね。で、そこで、いろんな業種のいろんな方々のいろんな経営者の方々とか、えー、その会社とか事業所とか学校とかっていうところ行かせていただいたんですよ。でもね、やっぱり、私いつも、私だったらここで働きたいかなって思うと、 やっぱり困ってらっしゃるところは、その先生がなかなか定着しないって困ってらっしゃるところは、私だったら働きたいかなって思ってそこに行った時に、うーん、私だったらここで働きたくないなっていうところが多いのが正直なところです。でね、最近の若い人はっていう人がありますけど、若い人たちでも自分がこの仕事、 で、頑張りたいとか、わあ、この仕事は面白いな、大変だけどもやりがいがあるなって思うと、やっぱりね、踏ん張られる方が多いんですよ。でね、これは年齢関係なく、もちろん世代によって感覚は違いますけれども、違いますけど、人はね、憧れに憧れるんです。必ずしも大変だから、いや、っていうことじゃないんです。 必ずしも、その、仕事量が多いから嫌っていうもんでもないんです。で、今、採用なんではあるけれども、それでもちゃんと人を集められている業種、業種じゃなくてその職場、ね、そういう事業所というのは、やっぱりね、その事業所で働きたいっていう、その、子供たちじゃなくて先生たちがそこで働きたいっていう、 そういう仕組みであったり、そのような思いを持たせてくれる職場なんです。で、まあ、夏美寛んさんがそうかどうかわからないんですが、私もいろんな方々の職場に行って、事業所に行ってですね、なかなかこううまくいってないということがあるという、 その事業所の経営者の方が口を揃えて言うことがあるんですよで。それは何かというと、うちの業界は特殊だからって言うんです。うちの業界は特殊だから。で、これを言ってる人たちっていうのはずっと変わらないんですね。うちの業界だけが特殊だから。例えば幼稚園の業界っていうのは特殊だから。ね。だけどね、違うんです。 幼稚園の業界が特殊な、じゃないんですよ。それが幼稚園の業界であろうが、他の業界であろうが、やっぱり、ここで働きたいっていうものがある縁は、先生がいらっしゃる。採用なんであるし、なかなか定着しないっていう傾向は変わらないんですけども、でも、いらっしゃる。そしてまたそれを育てていくという土壌がある。 で、本当にこれはね、経営者の人が変わることによって、経営者の人が変わるっていうのは経営者が入れ替わるということじゃないですよ。経営者の、縁、縁の見方が変わったり、それから、えー、心が変わったり、まあ一番、まあ、経営者が変わることなんですけど、経営者が変わることによって、やっぱりね、もう縁が見違えるように変わっていくっていうことは、あるんです。先生たちがそこで働きたいっていう、来るんです。 で、なのであの夏美観さんに対してね私がこの処方箋としてそしてまた問題としてあの掲げたいことは何かというとあの、まず一つねうちの業界は特殊ですってもし思ってらっしゃるとしたらその言葉をもう捨ててください捨ててください自分のところは特別だから幼稚園業界はみんなそうだって思ったら そこで終わります。もちろん苦しいことは間違いないんです。どこもそうです。うちもそうです。でも、それでも来てくださる。例えば、例えばですよ、新規で募集した。例えば大学にいろいろと、そのね、あの、採用のお知らせを大学とか短大に送ったりとか、いろいろリクルートの方法あるじゃないですか。けれどもね、例えばうちも先生がなかなか来ないって。 なかなか先生が新規で集まらないっていうことがあった時ね。今うちの園で働いている先生が自分で友達に SNS とかで繋がっている大学時代の同期でその免許を持っている人たちとかどこかで働いている人たちに自主的にオファーを出してくれてそれでそこから新しくうちの園に先生として来てくださったり、うん ということもあったりしました。つまり、うちの縁が素晴らしい縁だって言いたいわけじゃないんですけども、困った時に、やっぱりそこに働いている先生が自分でね、職員がリクルートするっていうことが起きうるわけです。あるいは、幼稚園を卒園した子供の親が、 幼稚園教諭の免許を持っていたり、保育士の資格を持っていたりして私でよければ働かせてくださいってうちの子供がお世話になってた時に本当にここの園は素晴らしいと思いましただから働かせてくださいって言っていざもうあの保育がねもう来ハから来ハルから始まって新しい先生が必要だけどなかなか新規の人が来てくれないどうしようどうしようどうしようって言ってた時にうちわであったり卒園生の親であったり が、そこで助けてくれるということによって救われた経験というのも何度もうちの園でもあります。で、それって何なのかなって言ったときに、やっぱり、保育ももちろんでしょうけれども、園の中で、その先生たちが苦しい状況もあるけれども、一生懸命保育に向かって、うちの園では、こういう子育てをしたい。うちの園では、こういう方針で、 物事にちゃん、対してね、取り組んでいきたいとか、やっぱり子供たちの保育をみんなでこういう考え方のもとに、こういうふうにやっていきたいって、そういう思いと、そしてもう一つ重要なこと、厳しさがあったっていうことですね。厳しいというのは怒鳴られたり叱られたりとか、そういうことじゃないんですよ。自分たちが望も望んでいる理想の保育に少しでも近づこうと思って、 上から下までみんなが一丸となってね、大変な時期を一貫して前に進んでいこうっていう。全員じゃないにしても、7割の人がそういう思いで保育に取り組んでいくっていう、そういうね、熱があるところ。そういう情熱があるところ。やっぱりそういうところに人が集まってくるんですね。で もちろんその私立幼稚園というのは増続経営が多い。そこで問題になってくるっていうのは何かというと、先ほど言った厳しさなんです。で、厳しさっていうのは何かというと一貫性です。いつも私言うんですけど、厳しさというのは怒鳴ったり、えー、何かこう怒ったりじゃないて一貫していること。ここの園ではこれを大事にしている。ここの園ではこういうことを大切にしている。 うちの会社ではこういうことを大切にしてるんだ。そのことをね、同族経営であろうが、何であろうが、どんな経営であろうが、一貫して、このことだけは大事にしてくれって。いろんなことあ,るあろうと。いろんなことあろうと。めんどくさいこともある。大変なこともある。考え方が世代によって違かい,いろんなことあろう。でもね、うちはこれを大事にしてるんだ。子供の保育においてこのことを大事にしてくれ。これをですよ、経営者が。 やはり、うざがられても、何度も何度も繰り返し、このことを大事にしてくれ。それは、ね、教育の理念であったりとか、経営の理念であったりっていうことが、どこの縁もあるはずなんです。それをね、経営者自身が、リーダーに立つ人自身が、やっぱり、本気でそのことを思って、本気でそのことを伝えていく、っていうことを、しているところは、 なんだかんだ言ってこのギリギリのところで人に救われていくんです。人に救われていくというのは先生がどこからか現れていくんです。でそうやって、この採用難の時、大変な時だからこそ何が大事なことなのか。何が本当に大切なんだろう。うちの園にとって何が一番これまで評価されてきたんだろう。何が一番うちの園にとってこれまでの先生たちはいいところだと思ってるんだろう。 っていうことをですね、かき集めて、そして、自分たちの良きところ、自分たちの足りないところ、強みと弱みっていうのを、やっぱりはっきりさせていかなきゃいけない。同族経営っていうのはね、なんとなくこう、やっぱりどこかでその部分が甘くなってしまったり、どこかで、この内輪の喧嘩で終わってしまったり、内輪のいさかいで終わってしまったり、みたいなところが出てきて、 しまうんですね。で、そこがデメリットであります。けれども、逆に言えばですよ。同族であるがゆえに、創立の、その、縁を作られた、まあ、二代目ということなので、ね、その、お父様の先代の理念であったりとか、思いであったり、やっぱり0から1を作る大変ですから、すごいエネルギーなわけじゃないですか。でも、そこまでして、やっぱり、縁をやろうとなさった。その原点っていうのは何なんだろう。 これをですね、徹底的にヒアリングした上で、夏美んさんが今は経営者なわけですからねリ、リーダーなわけですから。どうこれをこれからの時代にね、生かしていくのか。結論を言いますと、保育っていうのはなくならないです。ただ、選ばれる縁とそうでない縁がある。これは、ご父兄や子供たちからもそうですし、先生たちからもやっぱりそうなんです。 夏美香さんが先生たちにヒアリングをなさったと。みんないつからこの幼稚園教諭という仕事をやりたいと思ったの子供たちに関わる仕事をしたいと思ったのだったら子供の時からそうだった。で、この子供の時から子供に関わる仕事をしたいと思っている人たちっていうのがやっぱり一定数いるっていうことなんです。で、その子供の時から子供に関わる仕事をしたいと思ってた。その 人たちが、じゃあ、なんで来てくれないのかって言ったときに、自分が子供の時に思っていたその感覚と、実際に幼稚園の園に入って働いた時の感覚がやっぱり違うわけですね。で、そのギャップをどう埋めていくかということが大事なことじゃないですか。本当にね、 あの今あの私も副厳寺で、えー、修行僧の受け入れっていうのをしているんですけれども打ち弟子の受け入れっていうのをしているんですけれどもあのお私たちがお金を払って打ち弟子に来てもらってるわけじゃないんですねみんな仕事があるだけれどもその仕事をやめてまでもここで修行したいと思う人が集まってくるわけですでじゃあ何をやるかって言ったら 決して快適なところでそして快適な環境と状況を与えられてそして快適に日々過ごしてるわけじゃないんです暑い寒いきついでそういう生活朝早く起きてクタクタになるまで働いてそして夜死んだように眠ってまた次の日の朝が来て生産的な活動なんてのは全然 できなくて、将来どうしようといろんな悩みがあるという中で、でも、主要に来てる。しかも、20代の子とかが志願してくるわけです。だから、人間って決してね、大変だからやらない。お給料を十分にもらえないからやりたくないっていうわけでは必ずしもないんです。その上で、経営者としてね、働く人たちの条件をどうしてあげるのか。 お給料少しでも上げてあげられる工夫はできないのか少しでも体の負担っていうのを減らすっていうそういう努力はできないのかそれは考えたらいいと思うんですけれども子供たちに関わる仕事をした幼稚園の先生になりたいっていう人が減っているけれどもこの減っている状況は確かにあるけれどもゼロじゃないっていうことですでこのゼロじゃないまだ 働きたいと思っている人たちがいる人、その限られた人たちに、でも来てもらうにはどうしたらいいか。ね。子供たちが来てもらう、来てもらうにはどうしたらいいかという工夫も私立養子園援もやっぱりしなきゃいけないじゃないですか。で、当然やっぱりご父兄との関係っていうのもやっぱり大事にしていかなければいけない。けれども、この先生たちをどういうふうに したら先生たちが来てくれるか、そして先生たちがまた定着してくれるか、これもとっても大きな課題として、やっぱりあるわけですよね。一般企業では昔からあった。けれども、やっぱり幼稚園の業界っていうのはどこかで、この先生たちっていうものがに、に対するね、先生たちを集めるっていうことが、どん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 厳しくなってきて、ようやっとね、 その、どう採用するか、そしてどう先生たちを育てていくかっていう、ここに関してですね、なんとなく、こう、他の一般企業と比べるとね、甘さがあったっていうところは、まあ私も、普通の株式会社を経営していたり、学校法人の経営に関わったりって、両方関わっていることによってですね、見えてきた部分があるってことです。世の中に、私たちよりも、 上手に経営をしているという経営者はいないかって言ったらいるわけですね。自分のところの園に先生を集めている経営者はいないかって言ったら園長先生はいないかって言ったらいるわけなんですよ、ね。ということは何か自分たちもまだ工夫の余地があるというのが私からの結論です。けれども、この2代目の園長先生。 っていうのは、本当に二代目は二代目の大変さがあるっていうのもよくわかります。よくわかります。けれども、どこか、夏みかんさんがあ、このね、縁っていうものをね、縁経営を考えていったときに、やっぱり子供たちのより良い未来のために何か縁でできることがあるんじゃないか。教育に関われることがあるんじゃないか。ね、教育者としてできることがあるんじゃないか。そしてそういう子供たちの未来に、 関わりたいっていう若者もやっぱりいるんです。この人たちをどう自分の縁に来てもらえるような縁にするのか。魅力のある縁にするのか。子供にとって、父兄にとって、そしてそこに働く先生たちにとって魅力ある縁にするのか。これが必ずしもお給料やお休みをたくさん提示してから来る。だから長続きしてる。そういうもんではないっていうことは、 いろいろとやられてわかると思うんです。だとすれば、これは縁の本質がここでも問われるわけです。ここの縁に育ててもらった。それを子供や、父兄や、それから先生たちが感じる縁。そういう縁はね、たとえ縮小してでも残したいって社会が思うんですよ。地域が思うんです。人々が思うんです。そんな縁に今から できる可能性はゼロなのか私の答えはノーです。人が人を育てていくという教育はなくならないと思います。オンラインが進んでも、ね。さて、そんな縁として生き残るためのキーワード。魅力と厳しさです。厳しさというのは一貫性です。うちの縁では こういうことを大事にしてる。こういうことを大事に思う人来てくださいで。これがはっきりと目に見える形で、感じられる形で、触れられる形で表現されているかどうか。これがとっても大事なことです。どんな職場だって楽な職場はないですよ、この時代。だけれども、こんなはずじゃなかったって言いながら、でも、 その職場にいることによって先生自身が自分の成長、自分の成長する喜びを子供たちが成長していく喜びと同時に感じられる。そんな縁であれば、必ずと頭先生が来てくださったりする。そしてどう、なんとかして縁がこう、持っていくということが、これからの時代にも起きるだろうと思っています。そして実際にそれが起きている 職場、園というのを私も着実に見ています。なので、不可能なことではないと思います。どうぞね、そんなことで夏みかんさん。ぜひ夏みかんさん自身が業界の監修とか、その、他の園長先生たちの小言の中に埋もれてしまってはいけません、ね。そうであったら横並びになっちゃうんですよ。ピンチの時というのはチャンスの時です。みんなが同じジレンマに こうはまり込んでる時というのは逆に言えばチャンスの時です。どこの業界でも同じようなことが起きている。けれども、問題を嘆き続けていても何にも始まりません。その問題に対して何ができるか。それをですね、経営者であれば自分の喉元にね、刃を突きつけて考えろと。そうやって、 どん底にあって、真剣になることによってね、夏美香さんの中から必ず何か出てきます。それが信じられないんだったら教育なんかできないと思いますよ。窮地に立たされた時に、先生が、私が何を考えるのか、何をするのか、どうしていくのかって、その姿勢を先生たちは見てます。 いや子供が減ってる。いや先生たちもなかなか来ない。もうこれからの業界はどうなってしまうんだろう。っていう園長先生についていきたいと思いますかそういう問題を抱えながらも、そういう恐怖を抱えながらも、それを横に置いといて、未知の世界に一歩踏み出していく。そういうチャレンジを続けている暑い人に人は集まるんです。必ず人は熱に集まるんです。寒い時こそ、 熱いものに集まるんです。熱いというのは押し付けじゃないです。本人が情熱を持って未知の世界に一歩を歩み出そうとしている人。そういう人こそ教育者にならないといけないと思うんです。応援しています。頑張ってください。